ただいま。あ、なっちゃん帰ってきたんだ。あれ、お姉ちゃんどうしたの？あ、これ友達に化粧してもらったんだ。おかえり、なっちゃん。初日からそんなことしてもらうなんて、クラスに馴染めたようでよかったよ。お母さん、どうかな？似合ってる？うん。って、え？マーサちゃん、今日から新しい家族が一人増えるから。犬か猫でも拾ったのか？うん、人。ああ、そうか。で、人。ほら、なっちゃん、挨拶して。夏です、よろしくお願いします。やった、お姉ちゃんができた。私は葵、なっちゃんは盲目ということで両親に捨てられ、児童養護施設もキャパがいっぱいということで困ってたので、私が引き取ることにしたんだ。そんななっちゃんは最初は控えめだったけど、徐々にうちに慣れてくれて、今では私たちのことをお父さんお母さんと呼んでくれるようになった。そして今日から新しい学校に通うことに。行ってきます。おお、気をつけてな。行ってらっしゃい。なんだか心配だな。大丈夫だろう、俺たちの子なんだから。うん、そうだよね。今日からみんなと一緒に勉強する夏だ。みんな仲良くしてやってくれ。よろしくお願いします。夏は目が見えないんだが、サポートもよろしく頼むな。じゃあ先生は職員室に行ってくる。夏は目が見えないんだ。あ、うん、そうなんだ。病気で目が見えなくなっちゃって。あ、名前言ってなかったね。私はサキ、よろしく。このクラスのリーダー的存在だから頼ってね。ありがとう。というかさ、あなた親に捨てられたって聞いたけど、今どうしてるの？あ、それ知ってるんだね。ね、引き取ってもらって新しい両親の元で暮らしてるの。ふーん、新しい両親ね。何やってる人？あー、そっか、そういう感じ。私には心を開かないってこと？そうじゃないよ。私の今の親はヤクザなんだ。ヤクザ？うん、信じられないかもだけど。ああ、信じる信じる。夏が嘘つくような子だと思わないから。そんな風に言ってくれてありがとう。あ、そうだ、メイクしてあげる。メイク？うん、今私たちの間で流行ってるんだ。そしてその日の夕方。ただいま。あ、なっちゃん帰ってきたんだ。あれ、お姉ちゃんどうしたの？あ、これ友達に化粧してもらったんだ。おかえり、なっちゃん。初日からそんなことしてもらうなんて、クラスに馴染めたようでよかったよ。お母さん、どうかな？似合ってる？うん。って、え？どうしたの、お母さん？いや、なんでもないよ。え？本当になんでもないから。お母さん、なんかお母さんの様子がおかしい？とりあえず、その化粧を落としてあげるね。長時間つけてるとお肌が荒れちゃうから。あ、うん。メイ、何も言わないでね。うん、わかった。それで夏、お化粧をしてくれたお友達の名前教えて。その日の夜。なんだ葵、夏のことで話って。今日ね、お友達にメイクをしてもらって学校から帰ってきたの。おお、早速仲良くなったのか。そうだったらよかったんだけど。この写真見て。ああ、なんだこれ。夏の額には親がヤクザ、妄想肝、そう書かれていたんだ。俺、どういうことだよ。夏は学校で嫌がらせを受けたってことか。そういうことだよね。目が見えないからって嫌がらせを受けたのかな。そういうことか。許せねえ、学校に殴り込んでくる。ちょっと待って、マサちゃん、
本当に目が見えないからって理由で嫌がらせを受けたかわからないでしょ。まずは原因を探りたいと思うの。どうしてその子がそんなことをしたのかわからないまま終わっちゃうかもだから、原因を知ってちゃんとその子に反省してほしいの。こんなことしたやつが反省するか。まだ子供だしね。可能性はあるよ。ちゃんと改心させないとまた夏に嫌がらせをするかもだしね。それはそうだな。でも一体どうやって原因を探るつもりだ。それはね、いやさすがにそれは無理だろう。いや、いけると思うんだよね。あれって言われるし、とにかくやってみよう。マジでやるのかよ。そして翌日。おはよう。へえ、今日も来たんだ。ん？帰って化粧のことお父さんとかお母さんになんか言われなかった？あのヤクザの。ああ、よかったねって。よかったねとかウケる。やっぱり嘘なんじゃない。ん？なんでもないわ。本当に親がヤクザだったら娘がこんなことされたら乗り込んでくるはず。乗り込んでこないってことはやっぱり嘘じゃない。そうだ、夏、今日も私が夏に化粧してあげる。あ、でも毎日毎日悪いよ。大丈夫大丈夫。だって私たち友達でしょ。ありがとう。さーてと、今日はどんな風に化粧しようかな。親がヤクザとかいう妄想女、これでよしっと。可愛く化粧できたよ。ありがとう。全然気づかないのめちゃくちゃウケるわ。ねえねえ、私にもやらせてくれない？あ、いいわよ。何？もしかしてあなたもこいつにムカついてるの？そうそう、親がヤクザとか嘘ついてるのって超ムカつくじゃん。よくわかってるじゃない。まあ本当の親に捨てられたからショックで妄想なんてしてるんだろうけど、キモいわよね。本当の親に捨てられた？そう、こいつ病気になって本当の親に捨てられたのよ。超ウケるでしょ。そうだね、ウケる。でもどうして親に捨てられたって知ってるの？夏から聞いたの？あ、いや、夏からじゃなくて、そんなことはどうでもいいでしょ。それよりこいつに化粧しちゃいなよ。これからも一緒にこいつにどんどん嫌がらせしていきましょうね。学校に来れなくなるまで。そんなことさせるわけないでしょ。は？急に何言ってるの？というか、あなたどこのクラスの子？あなたみたいな子この学校にいた？ちょっと体育館裏に来てもらおうか。話して！何するの？あれ？お母さんの声がしたような。なんなのよあなた、なんでこんなところに連れてきたの？私はさつき葵、なっちゃんのお母さんだよ。夏のお母さん？え？なんで夏のお母さんが制服を着て教室に？あなたに会いに来たんだよ、さきちゃん。あの化粧を見てね。話してよ。悪いのはあの子でしょ。あんな嘘をつくからヤクザの両親って。嘘じゃないよ。なっちゃんの母である私は噂組組長の妻、そしてなっちゃんのお父さんは噂組の組長だから。嘘？本当だったの？親がヤクザって。でもこの迫力、きっと本当なんだ。よくもうちのなっちゃんを傷つけてくれたわね。ヤクザの子供にあんな真似したんだから、ただじゃ済まないってことはわかるよね。さあどうしてくれようか。殺せばいいでしょ。別にいいわよ。私こんな世の中に未練なんてないんだから。なんですって？やりすぎちゃったかな。原因を探るためだけに潜入したのについカッとなっちゃった。これじゃあマサちゃんの言ってた通り、殴り込むのと何も変わらない。早くして。何よ、何なのよ。
どうしてあいつは幸せになって私があいつの分も不幸にならなきゃいけないのよ。なんで私ばかり不幸なのよ。もうこんな人生どうでもいい。やるなら早くして。どういうこと？なっちゃんは幸せになってあなたがなっちゃんの分まで不幸になってるって、もしかしてあなたがなっちゃんに嫌がらせをする理由は目が見えないとか親がヤクザだと言ったからとかじゃない理由があったりする？あったとしてもあんたなんかに言うわけないでしょ。いや、言いなさい。あなたは私の大切ななっちゃんを傷つけようとしたんだから、理由次第ではぶっ飛ばす。何よそれ。当たり前でしょ、なっちゃんは私たちの宝物なんだから。ずるい、ずるいよ。夏はなんでそんな風に大切にされてるの。私だってさきちゃん、そろそろ帰ってくる頃かしら。だろうな。そうだ、ムチを買ってきたんだ。これであいつの勉強がさらにはかどるだろう。ありがとうお父さん。あの子は絶対に物にしないとね。あの盲目の不良品を捨てて児童養護施設からわざわざ拾ってきた子供なんだから、あの子だけは物になってもらわなきゃ困るわ。 T 大に行って官僚になって私たちを養う、パーフェクトプランよ。今日も朝の5時まで勉強させましょう。睡眠なんかいらないわ。全ては私たちの優雅な生活のため。ああ、そのためにはどんな手を使ってもあいつの頭を良くしないとな。ただいま戻りました。ああ、おかえりさき、待ってたわよ。早速勉強始めるわよ。今日は一問間違えるたびにこの鞭で打つから、集中して問題集を解くのよ。少しでも集中が切れたら鞭で打つからな。あれ、そいつは誰だ。友達。はあ、何友達なんか連れてきてるのよ。一緒に勉強しようと思って。何生ぬるいこと言ってるの。あんたはさっさと官僚になって私たちを養わなきゃいけないの。そうじゃなきゃ児童養護施設から引き取った意味がなくなる。そもそも何友達なんか作ってるのよ。そんな暇はあなたにはないの。俺たちを養うことだけを考えて生きていけばいいんだ。とりあえず今日は晩ご飯はなし。そしてお仕置きも必要みたいだな。勉強の前にこの鞭でとりあえずお仕置き部屋に来い。ほら行くぞ。抵抗するな。お父さん、サキが抵抗してるんじゃないわよ。サキが連れてきたガキがサキの腕を掴んでるの。なんだと。その手を離しなさい。サキはあんたなんかと関わってる暇はないの。あなたはサキに不必要な人間なのよ。そんな風になっちゃんのことも不必要な人間だと言って捨てたのかな。は？なんであんた夏のことを知ってるの。お前一体。はじめまして、私はなっちゃんの母親になった葵。夏の母親？何言ってるの？あんた中学生でしょ。ああ、これは事情があって中学生の制服着てるだけで、ちゃんと大人だよ。年齢は秘密だけど。意味がわからない。で、夏の母親がうちに何の用なんだ？サキちゃんのことももらおうと思って。はあ？サキのことをもらう？何言ってるの？サキをあげるわけないでしょ。サキは私たちが児童養護施設から拾ってきたの。私たちの ATM として育て上げるために。 ATM にするために時間も手間もかけてきたんだ。譲るわけないだろ。お前にはあの不良品で十分だ。自分の子供のことを ATM なんて呼ぶなんて最低だね。最低？自分たちのものなんだから何言ってもいいでしょ。ゴミ捨て場にあったものを私たちが拾ってあげたんだしね。サキちゃんは物じゃないし、児童養護施設はゴミ捨て場なんかじゃない。
今の発言訂正して。訂正なんかするかってのねえお父さん、私たちは真実を言っただけだものね。ああ母さんの言う通りだ。ゴミ捨て場から拾ってきたゴミをどうしようが俺たちの勝手だろ。他人にとやかく言われる筋合いはない。許さない、あなたたちだけは許さない。あの時サキちゃんは、当たり前でしょ、なっちゃんは私たちの宝物なんだから。ずるいずるいよ、夏はなんでそんな風に大切にされてるの。私だって私だって。サキちゃん、どうしてそんな風に泣くの。家で何かあるの。夏の本当の両親が今私の親なのよ。え、夏の両親は夏を捨ててすぐに私のことを児童養護施設から引き取った。そして二人は私を自分たちの都合のいい ATM にしようとして。これ、何このあざ。両親に殴られてできたもの。帰ると朝まで問題集を解かされて、一問間違えるごとに殴られるの。ご飯だってまともに与えてもらえない。私は今地獄にいるのよ。それなのに本当の娘である夏は幸せそうに生きてる。そんなのムカつくじゃない。どうして、どうして私があの子の代わりに不幸にならなきゃいけないの。そんな理由があったんだね。なっちゃんの親はひどい人たちだった。そんな話は聞いていたけど、まさか新しい子を迎えてそんな仕打ちをしてたとは。ということがあり、私は咲ちゃん家に一緒に行き、真相を確かめることにしたんだ。でも確かめるまでもなく、なっちゃんの本当の親はひどい人たちだった。ふん、許さない。許さなかったら何するっていうの。他人のお前にできることなんて何もないんだ。さっさと帰れ。ああ他人じゃないんだよね。他人じゃない、正式には今から他人じゃなくなるの。ちょっとこの杯持って、咲ちゃん。え、うん、はい、乾杯。これを親子杯と言います。これで咲ちゃんと私は親子だよ。他人じゃなくなったでしょ。意味がわからない。ヤクザの真似事かなんかか。真似事じゃなくてヤクザなんだよ、ヤクザ。じゃあ始めようか、親対親の子供をめぐる戦い。本当にさっきからわけのわからないことばっかり。無理やり連れて行くならこの鞭でお前のことも撃つぞ。それは嫌だな。じゃあ私も武器を出しちゃおっと。テレテテッテテー。は？銃？そう、機関銃。せっかく制服だし、セーラー服と機関銃的な。どうせ偽物だろ。偽物かどうかは今から判断してよ。ダダ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 ダ。本物？どうして本物の機関銃なんて持ってるのよ。ん？さっき言ったじゃん、ヤクザだからだよ。あ、本当にヤクザだったんだね。そうそう、本当のヤクザなの。でも機関銃みたいなチマチマしたのはやっぱり性に合わないからやめた。それはロケットランチャーだよ。やっぱり派手に行かないと。やめてくれ、頼む、やめてくれ。お願い、そんなんで撃たれたら死んじゃう。え、あなたたちが死んで困る人いないでしょ。だから死んじゃってもいいじゃん。サキちゃん、あなたはこの人たちが死んだら困る？困るわよね。親がいなくなったら困るだろう。困らない、あなたたちなんか親じゃない。むしろ消えてほしい。親に向かってなんてこと言うの。信じられない、この親不孝者が。あのね、子供にそんなことを言われるなんて親の方がおかしいんだよ。ってことで消えてちょうだい。バーン。
ギャー！ミッションコンプリート。あの二人本当に死んじゃったの？そうしたいところだったんだけどね。ギリギリ生きてるよ。これ威力を抑えたものだから。せっかくサキちゃんって可愛い子の親になれるのに、刑務所行きになったりしたら嫌だもん。これでも十分刑務所行きになるような。ああ大丈夫大丈夫。警察に駆け込んだりしないよね。もし駆け込んだら、今度は本物のロケットランチャーお見舞いするよ。しませんから。ほらしないって約束してくれたでしょ。その後二人はというと、私たち噂組がベーリング海域のカニ漁船に乗せることにした。そこでサキちゃんとなっちゃんへの慰謝料、そして児童養護施設への寄付金を一生稼がせることにしたんだ。保険金もちゃんとかけてあるから死んでも安心。ちなみに船長さんに鞭を持たせて、少しでもミスをしたら思いっきり撃ってって頼んでるんだ。本当にごめん、ナツ。大丈夫だよ。お母さんから事情は聞いてるから。辛かったよね。サキちゃんの気持ちわかるよ。これからは姉妹としてよろしく。お父さんとお母さんはとっても優しいから、一緒に幸せになろう。これで一件落着だな。ところで葵。ん？何マサちゃん、いつまでその格好してんだよ。へ、似合ってるでしょ。普通に中学生だと思われちゃったんだから。とっても可愛い。あれ、マサちゃんは言ってくれないの？可愛い。ありがとうマサちゃん。マサちゃんも可愛いよ。あ、俺は可愛くねえだろ。こうしてうちは三姉妹になっちゃった。メイになっちゃんにサキちゃん、みんな個性的で可愛い子たち。この三人が幸せに暮らせるよう、マサちゃんと一緒にこの子たちを守っていきたいな。マサちゃん。なんだよ。マサちゃん。だからなんだって。へ呼んだだけ。なんだよそれ。新婚旅行に行けるなんて本当に幸せ。最高の新婚旅行にしようね。ってもうマサちゃんと行けてるだけで最高なんだけど。俺もだ。え、今なんて？なんでもねえよ。なんか言ってたでしょ、教えてってば。なんでもねえって。教えてくれないとマサちゃんのこと嫌いになっちゃうよ。なあ、教えるから。焦りすぎだって、冗談だから。けっ、イチャイチャしやがって。私たちもイチャイチャする？しねえっての。そうだよね、あんな風に浮かれられないよね。私たちは仕事できてるんだし、たくさん稼がないとね。って、あれ？どうした？あの夫婦の身につけてるもの、結構高そうじゃない？確かにな、金持ちなのか。ますますムカつくぜ。あのさ、私いいこと思いついちゃったんだけど、今回はあの二人をターゲットにしない？なるほど、そりゃいいかもな。じゃあ決定、あの二人やっちゃおっか。新婚旅行台無しになっちゃうけど、飛行機でイチャついて目立ってたこいつらが悪いからいいよね。ああ、幸せのお裾分けしてもらわねえとな。私は葵、今は旦那のマサちゃんと新婚旅行の真っ最中。昔からずっと沖縄の泊まってみたいホテルがあって、なかなか予約が取れないんだけど、マサちゃんが頑張って予約してくれたんだよね。本当に今から楽しみだ。ってもうすでに飛行機の中から楽しいんだけどね。着いたー。この沖縄の匂いが私大好きなんだよね。
さ、とりあえずホテルに向かおっか。おう。あ、どうしたんだ？マサちゃん、なんかつけられてる気がするんだけど。え、気のせいだろ。そうかな。ああ、気のせいだって。ほら、さっさと行こうぜ。うん、気のせいなのかな。誰かの視線をずっと感じてたんだけどな。まあ気にしなくていいか。それより新婚旅行を楽しまないと。うわー、素敵なホテル、夢みたい。こんなところに泊まれるなんて。本当に予約してくれてありがとうね、マサちゃん。ああ、喜んでもらえてよかったね。部屋に荷物を置いたら少し海辺を散歩したいんだけど、いいかな？もちろんだ。そして私たちは部屋に荷物を置いて海辺を散歩することに。綺麗。こんなところにマサちゃんと来れて私本当に幸せだよ。俺も幸せだ。へへへ。って、ん？どうした？やっぱり誰かに見られてる気が。え、気のせいだって。そうかな。それよりもう夕飯の時間だ。ホテルのレストラン予約してるから行こうぜ。うわ、楽しみ。さっきから見られてるとか言ってたけど、私たちに気づいてるわけじゃないわよね。そんなわけないだろ。こんな遠くにいるし、会話はすれ違う時にこっそりつけた盗聴器から聞いてるんだから。そうよね。じゃあそろそろ私たちも準備しましょうか。ああ、そうだな。そして私たちはレストランへ。このホテルのレストランは三つ星シェフが料理を作っていて、本当に最高な料理。そんな贅沢な日々を私たちは一週間過ごし、今日は家のある埼玉に帰る日。もう帰るのか。ああ、帰りたくないな。マサちゃん、ずっと沖縄にいたいよ。気持ちはわかるが、仕事もあるし帰らないとな。そうやって冷めたこと言う。また必ず連れてきてやるからよ。本当に？約束だよ。絶対に行こうね。毎年行こう。ま、毎年来れるかはわからねえが。約束したもんね。おい、とりあえずチェックアウトしに行くぞ。私も行く。で、ちょっとトイレに行ってきていいか？ああ、それなら私がチェックアウトしておくよ。すまねえな、財布渡しとくわ。ううん、行ってらっしゃい。お客様どうされましたか？ああ、チェックアウトをしようと思ってて。そちらは大変混雑していますので、よかったらこちらでチェックアウトをさせていただきます。え、いいんですか？ありがとうございます。それではご精算の方をさせていただきますね。会計は合計で700万円となります。はい、700万円？いかがなさいましたか？ちょっと待ってください。さすがに高すぎませんか？聞いてた話と違いますよ。70万円の間違いじゃ。ごちゃごちゃうるせえな。え？このホテルはな、噂組のホテルなんだぞ。あんたも知ってるでしょ？噂組の名前くらい。関東最強の武闘派って恐れられてる組よ。はあ、信じてないようだな。この入れ墨を見ろ。ちゃんと噂組って書いてあるだろ。俺は噂組の組員でこのホテルを任されてるんだ。書いてはありますね。噂組価格で一人一泊50万円なの。一泊で二人で100万円。あなたたちは一週間いたから700万円ってわけ。さあ払ってちょうだい。払わねえって言うなら、あんたのこと夜の風呂屋に沈めてもいいんだぞ。私たちは本気でやるわよ。だってヤクザなんだから。こりゃ楽勝だな。楽に700万円ゲットね。ほら、こいつらをターゲットにしてよかったでしょ。ああ、これからも新婚旅行客をターゲットにしてくか。
うん、怖くて何も言えないのか。かわいそうに怯えちゃって。でも私たち負けたりしないからね。何をしてでも700万円払ってもらうわ。せっかくマサちゃんが私のずっと行きたかったホテルを予約してくれて、一週間本当に幸せな気持ちで過ごせたのに、今あなたたちのせいで台無しになってるんだけど。はあ、そんなのいいからさっさと払えっての。噂組舐めてんのかお前。本当に沈めちまうぞクズが。はあ、今なんて言ったの。クズがって言ったのよ。お前、噂組の人間にそんな口聞いてタダで済むと思うなよ。その組、誰の組か知ってる？誰の組？知ってるっての。噂組の組員なんだから当たり前だろ。泣く子も黙る伝説のヤクザ、さつき正宗組長の組だ。へえ、マサちゃんの名前は知ってたんだ。顔まで知らなかったのは残念だね。あんたさっきから何言ってるの。そうだ、私がマサちゃんの財布持ってたんだった。免許証、免許証あった。はい、これ見せてあげる。免許証なんて見せてどうすんだよって。はあ、どうしたの。さつき正宗。え、噂組の組長と同姓同名ってこと？そういうことだよな。残念、マサちゃんは本物の噂組の組長です。やばい、トイレから帰ってくる前に逃げないと。そうね。逃がすわけないでしょ。話せ。話しなさい。おい葵、戻ったぞ。で、何してんだ。ああ、マサちゃん、おかえり。聞いてよ、この人たち噂組を語ってたんだ。それでね、このホテルは噂組のホテルだ、宿泊料700万円払えって脅してきたの。なんだと。すみませんでした。噂組の組長さんとその奥さんだとは知らなかったんです。てめえら、アホなことは。今すぐ逃げろ。え、いや逃げろって言っても。奥さんに掴まれてて逃げられないんですけど。腕を切り落としてでも逃げろ。さもねえと。よくも私たちの新婚旅行を台無しにしてくれたね。マサちゃん、イライラしたからちょっとストレス発散に釣りしてくる。釣り？ちょっとどこに連れて行くんですか。話してください。青い、海に来て何するつもりだ。そしてこいつらに巻いたロープは何だ。ロープは釣り糸だよ。この人たちをね、こうやって、えい、うぎゃー、あぶ、うわぱ、助けて。溺れる。いい感じだよ、自然な感じで溺れられてる。いや、あれ本気で溺れてると思うけどな。ジョーズ釣れたら解放してあげるから頑張って。ジョーズ？うん、人食いザメ。それぐらいでっかい魚釣れないとこのストレスは発散できないから。ほら、二人とも頑張って。ぬぎゃえ、こうなっちまったか。だから逃げろって言ったのに。というか、こうならないためにあいつらに来てもらってたのに。親父、すいません。なるべく親父たちがトラブルに巻き込まれないようにしようと頑張ってたんですが。姉さんがひどすぎて全然近くに寄れなかったんですもん。おいらも上手釣りたい。そうか、まあ仕方ねえよ。なんか楽しくなってきた。葵の機嫌も少し治ったようだし、まあいいか。結局その後もジョーズは釣れなかった。餌の気合が足りないんだよね、気合が。
とりあえず今回の責任を取らせて、あの二人はカニ漁船に乗せてベーリング海に行かせたよ。ジョーズは取れなかったけど、カニくらいは取れるよね。ちなみにあの二人、有名な詐欺師夫婦だったみたい。かなり被害者がいたみたいだから、その人たちへの慰謝料をカニ漁船で稼がせるつもりなんだ。そして私への慰謝料ももちろん、これで毎年沖縄旅行に行けるや。ただいま、みんなにお土産買ってきたよ。これみんなに似合うと思って。かわいいでしょ。カチューシャ。こんなカチューシャどこに売ってたんですか。本当に姉さんはセンスがない。ヘイジ君、上手釣りたいんだけど、ちょっと餌になってくれない。いや姉さん違いますよ。今のは俺が言ったんじゃなくて、犬塚さんの心の声を俺が代弁したんです。てめえ人を売るんじゃねえ。オイラはこれとっても可愛いと思う。カンタ君はセンスあるね。マサちゃんの分もあるから。はい、俺の分もあるんだな。さあ、じゃあみんなでこれつけて噂町のゴミ拾いしよっか。え、姉さん急に何を。私知ってるんだよ、リュウ君たちが私たちの新婚旅行についてきてたこと。なんか見られてるし、マサちゃんの様子がおかしかったから、トイレ行くふりして周りを探してみたら見つけたんだよね。なんでいたのかわからないけど、私に内緒ってのが気に食わないから行ってきて。それだけは勘弁してください姉さん。ダメ、これはただの制裁ってわけじゃないんだよ。噂組がファンシーな組織ってわかれば、あんな風に噂組を語って悪さをする人がいなくなるでしょ。そのための第一歩なの。だからカチューシャつけて行ってきて。いやだ、それだけはいやだ。もう街を歩けなくなる。おいら姉さんの言ってることに賛成だぞ。みんなのためになるんだから行った方がいい。いつもみんな言ってる、みんなの幸せのために行動しろって。だからするぞみんな。カンタ、違う、これは違う。ごちゃごちゃ言ってないで行きなさい、男でしょ。もうカンタ君連れてっちゃって。おいらわかった、行くぞみんな。ギャー。その後カチューシャをつけてみんなで噂町のゴミ拾いをした私たち。みんな乗り気じゃなかったけど、人がたくさん見に来てくれたりしたから、きっとファンシーなイメージがついたと思う。とりあえず噂組可愛い化作戦大成功だね。これからもどんどん噂組を可愛くしていこうっと。ああ、昨日は散々だったな。あれで本当に噂組のイメージは良くなったんですかね。なってなかったら泣きますね。あ、お客さん。おい、なんだよ総一郎。誰だこいつ。親父と姉さんの高校の同級生で、今は所長をやってる総一郎ってやつだ。おまわりさんなんだな。おまわりさんがこんなところに何の用だよ。お前らを連行しに来た。は連行ってどういうことだ。俺たち捕まるようなことは何もしてないぞ。嘘をつけ、もう分かってるんだ。見損なったぞ。他のヤクザとはお前らは違う、そう思ってたのに。何のことだよ総一郎。お前ら薬に手を出してるんだろう。はあそんなのしてねえって。ああ、うちの組は薬はご法度だ。もう全部わかってるんだ。警察署に匿名で送られてきたこのメールに添付されていた写真を見ろ。これは昨日のゴミ拾いの写真じゃねえか。これがどうかしたのか。これがお前らが薬物をやってる動かぬ証拠なんだよ。はあ、ただゴミ拾いしてるだけじゃねえか。頭を見ろ。頭がどうかしたのかよ。ここまで言われて違和感を抱かないのか。相当やられちまってるんだな。全然話が読めねえ。じゃあ言ってやる。こんな不気味なカチューシャをつけてゴミ拾いをするなんて正気の沙汰じゃないだろう。
噂組が薬をやってるんじゃないかっていくつも通報が入ったんだぞ。な、思いっきりイメージダウンになってる。とりあえず来い、尿検査をするぞ。ああ、カンタ、お前もだからな。総一郎、後ろを。え、総一郎くん、今私がせっかくお土産で買ってきた可愛いカチューシャのこと不気味って言った？あ、いや、確かに不気味って言ってたぞ。おい、可愛い、可愛いぞ。総一郎くんの分も買ってきたのに。こりゃ罰としてカチューシャつけてゴミ拾いしないとだな。そう、それは可愛いんだからできるよね。仕事が。さあ、行くぞ。行きましょう、行きましょう。話せ。なんで俺がこんな目に遭わないとなんだ。バッ、ざまあ見ろ。総一郎くん一人じゃかわいそうだから、はい、マサちゃんもカチューシャつけてゴミ拾いして。犬塚、鬱陶しい。そんなこと言わないでくださいよ。ついてこないで。無理です、親父に怒られちゃいます。じゃあせめて離れて歩いて。わかりました。20km ね。いや、もうそれ噂町から出てけって言ってるじゃないですか。そこまで犬塚のことを嫌いですか？って、あれ？お嬢がいない。お嬢！おい、見たか今の。ああ、お嬢って呼ばれてたな。つまりあいつは、お金持ちの子。しかもかなりのおてんばみたいだぞ。執事のやつを巻いてたしな。これはさらいやすいんじゃないか。そうなんじゃないか。ああ、きっとそうだ。あの方向に向かうってことは噂症の子だ。今は人が多いからな、下校狙っちゃおうぜ。狙っちゃおうじゃないの。おはよう、メイちゃん。おーしょ。おはよう、リン、スモモ。あれ、いつものストーカーはいないのか？うん、巻いてきた。そうなんだね。じゃあ一緒に行こう。行こう。私はただのメイ、どこにでもいる普通の小学3年生。そう思いたいんだけど、いつも犬塚がついてくるせいで変わった子、そう思われちゃうんだよね。お父さんが心配してくれるのは嬉しいけど、私ももう小学3年生。犬塚がいなくてもこうやって友達と登下校できる。そしてその日の放課後、スモモ、リン、帰ろう。うん、帰ろう。早く帰るまし。なる早で帰るまし。ん？どうしたの？そんなに焦って。とにかく急ぐまし。やつに見つかる前に校門出ねえと。やつ？誰がやつだ！ああ、畠山先生、どうしたの？どうしたのじゃない。この前もテスト散々だったろ。だから今日は補習だって伝えてたじゃないか。ああ、ぽっかり忘れてた。リン、すっかりね。やべえ、すっかり忘れてた。失念してた。めちゃくちゃ棒読み。スモモ、お前は覚えてたろ。でもなかなか小学校で補習ってないんじゃないの？そうだがな、こいつらがあまりにもひどすぎるから、こいつらの親に相談したらぜひやってくれって言われたんだ。徹底的にやってくれってな。なるほど、リンとスモモのお母さんも畠山先生の教え子だもんね。ということで、来い、リン、スモモ。いやー、ああ、仕方ないから一人で帰ろう。校門のところに犬塚がいる。めんどくさいな。どうしよう。お嬢、今日は遅いな。このままじゃバレちゃうよね。こんにちは。あ？ちょっといいですか？なんだ、今忙しいんだよ。すぐ終わるんで、今アンケートを取ってるんですけど。だから忙しいっつってんだろ。
まあまあそう言わずに、本当にすぐに終わるんで。あ、チャンスかも。よし、犬塚にバレずに学校出れた。作戦大成功だぜ。ありがとうございました。ご協力感謝します。ち、無理やりアンケート受けさせられちまった。待て、リー、スモモ。スモモちゃん、逃げていいのかな。人生逃げなきゃいけないこともある。あ、犬塚、何やってんだ。あ、犬さん。お前ら、お嬢は一緒じゃないのか。メイちゃんなら先に帰ったよ。うい、とっくの塔に帰ってる。嘘だろ。やばい、いつの間に。お嬢を追わないとは。たまには一人で帰るのもいいな。うまく執事と引き離せたね。完璧じゃん。ここまで完璧じゃんな。あとはあいつをさらうだけだ。おーい、お嬢ちゃん。こんにちは。こんにちは。私に何か用？ああ、用があるんだ。お兄さんたちと一緒に来てくれないか？お菓子おごってあげるから。お菓子？ああ、好きなだけ買ってあげるぞ。行きたいところだけどダメ。知らない人について行っちゃダメってお父さんに言われてるから。知らない人なんかじゃないだろ。俺たちは今知り合いになったんだから。ううん。あなたたちは知らない人。じゃあ私は行くね。おい、ちょっと待て。何？話して。とりあえずそこに止めてある車に乗ってくれよ。なあ、よし行くぞ。大丈夫大丈夫、おとなしくしてれば痛いことしねえから。そうだぞ、だから俺たちの言うことちゃんと聞くんだ。あなたたち、私を誘拐するつもり？そういうこった。お嬢ちゃん、なかなか察しがいいじゃねえか。何の目的で私のことをさらおうとしてるの？決まってるだろ？金だよ、金。お金。ああ、お嬢ちゃん、登下校に執事がついてるし、金持ちなんだろ？だからお父さんからお金を分けてもらおうと思ってな。執事って、犬塚のこと？今朝一緒にいたやつのことだ。犬塚のことだね。そっか、私のことお金持ちだと思って身代金目的で誘拐したんだ。そういうことだ。とりあえずお前の父親の電話番号を教えろ。身代金要求の電話をするからよ。そんな面倒なことする必要ないと思うよ。は？面倒なこと？うん、わざわざ私を誘拐しなくても取りに行けばいいよ。取りに行くって？お父さんの部屋に金庫があるんだよね。そこにお金は入ってる。今お父さんいないからちょうどいいと思うよ。なるほど、確かに交渉するよりは楽か。よし、お嬢ちゃん、パパの部屋に案内しろ。金を奪うだけだから。ただし余計な真似はすんなよ。俺たちはヤクザだ。余計な真似をしたら大変なことになっちゃうぜ。そっか、ヤクザなんだ。じゃあ案内するね。ああ、さっさと案内してくれ。なんだこいつ。あ、どうしたんだ。ヤクザって言ったのに全然ビビってなかったよな。小学生だからピンと来てないだけだろ。ああ、そういうことか。じゃあ金だけ奪ってさっさとトンズラしようぜ。さて、いくら金庫に入ってんのかな。ここが私の家。おー、でけえな。これは期待できる。じゃあ上がっていいよ。お邪魔します。ヤクザだけど礼儀正しいんだね。あ、なんでもないよ。2階がお父さんの部屋だからついてきて。ここだよ。やっとお金と対面か。いや、楽しみで仕方ないぜ。よいしょ。ん？あれ？どうした？お父さんいるや。え？まあ大丈夫だよ。お父さんにお金ちょうだいって直接言った方が早いでしょ。想定外だが、まあいいか。こっちには人質がいるんだしな。お父さん、入るね。
おう、どうしたメイ。えて、なんだそいつらは。この人たちは。俺たちはヤクザだ。ヤクザ？ああ、お前の娘を人質に取ってる。無事に返してほしけりゃ金をよこせ。ってことなの。だからお父さん、お金ちょうだい。いくら必要だ？5000万円。ああ、なんだ、それっぽっちでいいのか。じゃあ、1億円。ああ、わかった。すげえ！想像以上の金持ちだぞ！やべえじゃん、何かえ？何かおっか。最近、しのぎの調子が良くてな。結構儲かってんだよ。しのぎ？なんだそれ。ああ、しのぎって言葉も知らねえのか？お前らヤクザなのに。おお、いいよ。聞いたことねえな。そうか、まあいい。姉は、おお、あったあった。てめえら、両手を上げろ。はぁ、受け、拳銃！おい、動揺するんじゃねえ。どうせ偽物だ。そうだよな。ビビらせんじゃねえよ。ううん、本物だよ。そんなわけないだろ。ヤクザでもあるまいし、本物の拳銃なんか持ってるわけ。お父さんはヤクザだよ。噂組の組長。そんなわけないだろ。バン！へぇ！本物！嘘！もしかして、お嬢って呼ばれてたのって、組長の娘だから？うん、そうだよ。犬塚は組員。あんな人相悪いのが執事なわけないでしょ。いや、やばい。俺たちヤクザの組長の娘になんてことを。これ絶対絶命じゃねえの？そうなんじゃねえの？さあ、どうこの落とし前つけてもらおうか。どうするこうなったら、銃を下ろせ！キャッ！銃を下ろさないとこいつの命を！やめるんだ！何言ってるんだよ！こうだもしないと俺たち死んじゃう！もう手遅れだ。お嬢の命をどうするって？よーし、犬塚、そのままぶっ放せ。てめえらの血の色は何色だろうな。こんなくだらねえことする奴らだ。変わった色してるのに違いねえ。見るのが楽しみだぜ。勘弁してください。お願いです、許してください。死ね。ピク撃ってないのに失禁して失神しちゃったね。け、ただの小物だったな。すみません、親父。俺がちゃんとお嬢についていれば。犬塚は悪くねえよ。メイ、お前がどうせ犬塚のことを撒いたんだろ。うん。こういうことがあるから犬塚をつけてんだ。お前には申し訳ないが、噂組を恨んでる連中だっている。そいつらがお前を狙う可能性だってあるんだ。今度から撒いたりするんじゃねえぞ。わかった。ごめんなさい。まあ、でもよくやったな。機転を聞かせてここまでこいつらを連れてきたんだろ。さすが俺の娘だ。その後、私を脅してお金を盗もうとした二人組はというと、ああ、こんにちは、交通人形さんたち。おーっしょ。ちゃんと挨拶して。こんにちは。しかしすごいリアルだよな、この交通人形。 AI が搭載されてるそうで喋れるし。メイ、お前のお父さんに伝えておいてくれ。本当に助かってるって。この2体の人形のおかげで児童が安全に登校できてるからな。うん、わかった。お父さんに伝えておく。今、ローで固めて学校のそばの横断歩道に設置してるんだ。車通りが多く危ない場所なんだけど、二人が子供たちに注意してくれてるから事故もなく、みんなが安全に登校できている。お父さんの話だと評判もいいし、このままずっとここに置く予定みたい。どうしようもない人たちだけど、こうやって人の役に立ててよかったよね、犬塚。
近い。そんなこと言わないでくださいよ。この前ちゃんと納得してたじゃないですか。もう犬塚のことが嫌いなのはわかりますけど、我慢してください。別に犬塚のこと嫌いじゃないよ。え？私のこと本当に大切に思ってくれてるのわかるし。お嬢。だけどね、四六時中一緒にいるのは嫌だ。さすがに鬱陶しい。しょうがないでしょ、犬塚じゃなくてもそう思うんだもん。でもいつもありがとうね。え？今なんて言いました？内緒。え？教えてくださいよ。しつこい。ひどい。あ、メイちゃん、おはよう。おーす。一緒に行こう。リン、スモモ、おはよう。うん、一緒に行こう。今日はストーカー一緒なんだな。うん、そうなんだよね。ストーカーってお前。犬さん、どんまい。でもね、犬さん、学校で人気なんだよ。え、本当か？犬塚、嬉しそう。いや、そんなことないですって。でも、犬塚は人気だったっけ？うん、だってほら、この前、犬さんの似顔絵描いたプリント配られたもん。似顔絵？犬さんを見つけたら、大人の人に教えてって。これがそのプリントだよ。何？最近児童をつけ回す不審者が現れてる。この顔を見たらすぐに近くの大人に知らせるか交番へ。だと？犬塚、よかったな、人気者になれて。全然人気者じゃねえじゃんか。思いっきり不審者扱いされてるぞ。不審者であることは間違いないもんね。お嬢。あ、サトルくん。あのね、このプリントの人、リンたち見つけたよ。ほら。なんですって？って、犬塚さん？確かにそっくり。別に、前からいつか不審者になるんじゃないかって思ってたりしないんだからね。てめえ、そんなこと思ってたのか？とりあえず交番まで来てください。話を聞かせてほしいので。待て。違うんだ。俺は不審者じゃねえ。犯人はみんな犯人じゃないっていうように、不審者もみんな不審者じゃないっていう。自覚がないんだね、かわいそうに。いってらっしゃい、犬さーん。誰か助けてくれ。こうして不審者は交番に連れて行かれて一件落着。いろいろあったけど、みんなと過ごす毎日を私は楽しく過ごすことができてる。これからもみんなと一緒に楽しく過ごしていきたいな。もうすぐお迎えが来ますから、犬塚。畠山先生、ちゃんと指導してくださいね。すまん。でもおかしくないか？なんで俺が呼び出されるんだ？元担任が呼び出されるってなんだ？すまね。いやいい、犬塚もいろいろ大変なんだよな。だからあんなことを。俺が支えてやるから、やり直そう。さすが畠山先生。ちょっと感動してなんかないんだからね。てめえまで俺のことを不審者と思ってんのかよ。くっそ。おい、開けろ。開けろっつってんだよ。いるのは分かってんだ。開けろ。あいつまた居留守使いやがって。懲りないやつだ。ん？開いた？なら最初っから開けろっつの。今日こそ金返してもらうぞ。おきき。あ？おきき。なんだお前。おきき。あ？ヒロ、こら、開けちゃダメだろうが。何してんだ。せっかくイルス使ってたのに。よ。犬塚さん、違うんです、今のは違うんです。別にイルス使ってたわけじゃないんですよ。本当なんですって。
イルス使ってたんだろうが、ごまかそうとするんじゃねえ。すみません、すみません。それで今月分の金は？それが今は手元になくて、来月には払いますから。てめえ、この前もそう言ってたよな。それでパチンコに金使ってたんだっけか？すみません。でも今月は違うんです。別れた妻に息子を押し付けられて、それでいろいろと入り用でお金が。ウキキキキキ。息子、こいつか。というか何なんだこいつ、なんでずっと猿の真似してんだよ。さあ、私にもさっぱり。障害でもあるんですかね。預かった時はこんなんじゃなかったんですけど。ウキキキキ。そうか、いろいろと大変なんだな。そうなんです、そうなんですよ。だから今回は。息子に免じて今回は勘弁してやる。ただ来月は必ず払え。いいな。はい、ありがとうございます。それじゃあ失礼しますね。行くぞヒロ。ウキキ。ったく、俺は犬塚明、噂組の組員だ。うちの組は金貸しもやってて、今のはその客の中本って男だ。ギャンブル癖があってなかなか借金を返さない、どうしようもないやつでな。そろそろマグロ漁船にでも乗せようと思ってたところだが、息子がいたんじゃな。障害があるって言ってたし、いろいろ大変だろ。これからの取り立ては少し甘くしてやるか。親父、戻りました。おう犬塚、ご苦労だったな。どうだ、中本のやつ今月はちゃんと払ったか？いえ。またあいつ。もうマグロ漁船に乗せちゃいましょうよ、それがいいな。いや、頭、待ってください。なんだ、あんなギャンブル中毒をかばうのか？あいつはどうでもいいんですけど、実はあいつ別れた奥さんから子供を預かったみたいで、その子供に障害があるみたいなんです。あいつはどうでもいいですけど、子供はあいつがいなくなった後どうなるかって考えると。なるほどな。子供か、そりゃマグロ漁船には乗せられねえな。おいらもそう思う。父ちゃんと一緒の方がいい。でもどうすっか、このままってのもな。犬塚。あ、お嬢、いらっしゃってたんですね。今度私も取り立てに行ってもいい？何言ってるんですか。ダメですよ、危ないこともあるかもしれないですし。その息子さんと話してみたいんだ。え？クラスに同じような子がいて、私もっと仲良くなりたいって思ってるの。お話しすればその子のことをもっとわかるようになるかなって思って。お嬢。メイ、お前ってやつはいいんじゃねえか。よし行ってこい。お親父、ダメですよ、危険ですって。てめえがいるから大丈夫だろ。ただもしメイに何かあった時には。な、ああこりゃ指詰めることになりますね。どの指か決めておきましょう。どれにしようかな。天の神様の。エイジ、てめえ埋める。冗談ですってば。こうなったら連れてくしかない。犬塚、お嬢のことちゃんと守るんだぞ。はい。犬塚、よろしくね。犬塚さん、頑張って。どうしてこんなことに。まあ子供の接し方ってよくわからねえし、あいつがまた出てくるようならお嬢にいてもらった方がいいか。あいつも同年代がいたら怖くないだろうしな。そして1ヶ月後。おい、開けろ、中本。犬塚、子供がいるんだから優しく。すいません。お聞き。お、お嬢、こいつです。私はただのメイ。あなたのお名前は？おき。確かヒロって呼ばれてました。ヒロ？
大きい。ヒロ、よろしくね。これ、お近づきに。大きい。バナナ持ってきてたんですね。喜ぶかなって思って。たく、ヒロ、勝手に出るなって言ってるだろう。犬塚さん、本当にすみません。うちのバカ息子が。自分の息子にバカなんてつけんじゃねえ。息子はてめえのものじゃねえんだ。すいやせん。それで今月の金は。それが。そんなことだろうと思ったぜ。子供を育てるって何かとお金がかかって、払いたい気持ちは山々なんですけどね。これ。え、何ですかこの紙袋。食べ物が入ってる？ヒロに食わせてやれ。いいんですか？ありがとうございます。ありがとうございます。ウキキキキ。どう？私もいい感じ。ウキ。じゃあお嬢、そろそろ行きましょうか。うん、ヒロ、またね。ウキ。今日も結局回収できなかったか。犬塚、さっき食べ物あげたんでしょ？あ、見てたんですね。親父たちには内緒にしといてください。借金回収できてないくせに、なんで食べ物なんか与えてんだって怒られちゃいますから。内緒にしとくけど、お父さんはそんなことで怒らないと思うよ。そうですかね。ああ、でもやっぱ余計なことしちゃいましたかね。ヤクザとしては甘いかもね。でも私、犬塚のそういうところ好きだよ。え？今なんて？なんでもない。はあ。次行くときも連れて行ってね、犬塚。はい。このままじゃいつまで経っても回収できねえ。それに無理に回収したらヒロが苦しむことになるかも。一度親父に相談するっきゃねえな。おお、結構いい食い物入ってるじゃねえか。借金返さなくていいし。ヒロ、お前も意外と使えるんだな。おきい。こんなことならもっと早く犬塚さんの前に出せばよかったわ。ああ、でも喋れる時は何言うか分からなかったからな。ヒロ、ずっとこのままでいろよ。ウキキキ。け、気持ち悪いやつ。そしてまた1ヶ月後。お嬢、今日もバナナ持参なんですね。犬塚にはあげないよ。はい。犬塚は犬だからドッグフードならあげる。犬塚は人間ですって。うん、知ってる。こんな可愛くない犬いないもん。ひどい。着いた。犬塚、インターホンを押して。はい。あ、ウキ。ヒロ、ウキキ。何ですかそれ。ヒロへの挨拶練習したの。はあ。はい、今日もバナナ。ウキ。よかった、喜んでもらえて。やっぱりお嬢を連れてきてよかったな。俺だけの時はヒロを怖がってたが、今はお嬢に心を開いてる気がする。言葉がわかんねえからなんとなくだけどな。ウキキキキキ。ん？何この紙、私にくれるの？ウキ。なんか書いてあります。太陽、スルメ、ケーキ、鉄砲、栗、団子、さつまいも、犬。こいつが好きなものですかね。犬って書いてるから嫌いなものじゃない。犬猿の仲って言うし。なるほど。このリスト、私と嫌いなものをいくつか被ってる。気が合うね、ヒロ。ちょっと待ってください。犬は大丈夫ですよね。犬は。あ、これ。どうかしましたか、王女。犬塚さん、お待たせしてすみません。実は今月も。もういい。え？この前の取り立ての後な、親父にどうにかならないか相談したんだ。それでな、親父の許可が出ててめえからはもう取り立てねえ。いいんですか？別に借金をチャラにするわけじゃねえぞ。余裕ができた時にてめえが自分で少しずつでいいから返しに来い。その代わり、ヒロを必ず幸せにしろ。その約束破ったら
けじめつけさせるからな。ありがとうございます、ありがとうございます。なんてお礼を言っていいものやら。礼ならヒロにしろ、ヒロのおかげなんだからな。ありがとうなヒロ。ウキキキキ。そうだ、そういえばさっきこいつお嬢に。犬塚帰るよ。え？いいから。あ、ちょっと急にどうしたんだ。まあいいか。ありがとうございました犬塚さん。ヒロ、メイさんに何かしたのか？ウキキキ。け、こういう時は不便だな。とりあえず家に入るぞ。ヒーロー、お前のおかげでもう借金返さなくて済むってよ。ああ最高だぜ。俺のサウンドバッグ以外の使い道があったんだなお前に。でもこれでもうサウンドバッグとしての使い道しかなくなったな。ウキー、そんな顔しても無駄だっつの。最近は犬塚さんにお前が見られるからあざでもついたら大変だと思って我慢してたんだ。でももう犬塚さんは来ないし、いいよな久しぶりに。ウキキキ。とりゃあ、あれ、よう、犬塚さん、どうして。これ。何ですかそれ。さっきヒロにもらったの。太陽、スルメ、ケーキ、鉄砲、栗、団子、さつまいも、犬。縦に読んでみて。助けてください。ヒロ、お前。うん、ヒロが私たちに SOS を出したんだ。お嬢が気づいてくれて本当によかった。お嬢、どうして急に帰るって。犬塚、これ縦に読んでみて。縦に、助けてください。は？これって。おそらくヒロはお父さんになんかされてる。だから自衛のため演技で猿の真似してるんだと思う。だから中本のやつにこれを見せなかったんですね。そういうこと。犬塚、ヒロを助けに行こう。はい。くっそー、余計なことしやがって。ああ、余計なことだと。ヒロ、喋れるんだろ。今まで何をされてたか話してくれ。え、喋れるのか。うん。そしてヒロはぽつりぽつりと話し始めた。最近母親の元を離れたわけではなく、離婚の際児童手当目当てで無理やり連れて行かれたこと、学校に行かせてもらえずずっと家に監禁され、食事もろくに与えられず手を挙げられてたこと、猿になりきれば鬱陶しいと思って捨ててもらえるかと、そう思ってずっと猿の真似をしてたこと、それでも捨ててもらえなかったため毎月家を訪れる俺たちに助けてもらおうとしたようだ。そうか、大変だったな。よく頑張ったな。もっと早く気づいてやれなくてすまねえ。話してくださいよ。ヒロは俺のものです。何をしても俺の勝手でしょ。いくら借金してるとはいえ、人の家庭に口出しされる筋合いは。犬塚、この人やっつけて。もちろんです。え？子供はてめえのものじゃねえ。子供はこの国の宝だ。この国の宝、つまり俺たち噂組の宝でもある。俺たちの大切なものを傷つけたんだぜ。ただで済ませるわけにいかねえだろ。それに言ったよな、借金の取り立てはしない代わりにヒロを幸せにしろと。その約束を破ったんだから、きっちりけじめつけてもらわねえと。ごめんなさい、謝ります、謝りますから。あのね、あなたがやったことは謝って済むことじゃないし、謝る相手も違うよ。大人なのにそんなこともわからないの。とりあえず歯を食いしばれ。やだ。そ
その後俺は中本をボロ雑巾のようになるまで痛めつけてやった。こんなことをしてもヒロの心の傷は消えねえが、これぐらいしねえとな。そして中本のやつはプロボクサーが多数所属するジムのサンドバッグの中に入れることにした。一生サンドバッグとして打たれ続ければいい。ちなみに中本入りのサンドバッグは結構いい値段で買い取ってもらえて、その金はヒロが将来使えるようにヒロの口座に振り込んだ。そしてジムが空いてない時間は黒金町にある地下強制労働施設で働かせ、ヒロの養育費を稼がせている。そしてヒロはというと、ヒロ、ヒロ、お母さん。ヒロ、お母さんに会えてよかったね。はい、あの母親ならきっとヒロを幸せにしてくれるでしょう。ヒロを勝手に連れ去られた母親はずっとヒロの行方を探していたそうだ。本当に再会できてよかった。お嬢、今回はいろいろとありがとうございました。お嬢がいなかったらきっとヒロのこと救えてませんでした。そうかな。え？犬塚はきっと私がいなくてもヒロのこと気づいてたと思うよ。犬塚はずっとヒロのこと考えてあげてたから。お嬢。犬塚、ちょっと来て。え、何でしょうか。ちゅっ、はい。ヒロを助けてくれたご褒美、これからもいろんな子を助けてあげてね。じゃあ私はお友達と遊んでくる。はあ、あいつメイになんてことは。親父、落ち着いてください。犬塚がしたわけじゃないですから。いや、犬塚さんやっちゃいましたね。やっぱりロリコンだったのか。平次、煽るようなこと言うな。カンタ、親父を止めるのを手伝え。おいら、わかった。じゃあ離せ。あいつの指を全部詰めさせる。ドラえもんの手みたいにしてやる。犬エモン、犬型ロボットっすね。平次、いい加減にしろ。てめえの首をはねるぞ。いやー、親父、ストップストップ、俺が死んじゃうっぽいです。離せ。お嬢が俺に。親父には絶対内緒にしねえとは。もうバレてんだよな、この。メイ、どうしたの？お母さん、トマト作ろう。トマト、トマト、うん、お隣さんにトマトの種もらったの。だから一緒に育てない？うん、育てる。私トマト好き。そう言ってくれると思ったよ。見て、早速これ作ったんだよね。可愛いでしょ？うん、とっても可愛い。青い、うて、ギャー、なんだそれ。え、何って、カカシに決まってるでしょ。うん、どっからどう見てもカカシだよね。え、これがカカシ。お、親父。どうしたお前ら。見てください、庭にこんなのが置かれてたんです。親父、これは間違いなく敵対組織からの嫌がらせです。ヤマンバ組か牛鬼組、きっといずれかの仕業でしょう。ああ、いや、嫌がらせじゃ。何言ってるんすか、嫌がらせでしかないですって。これはきっと呪いの人形ですよ。気色悪いものを置いて俺たちの士気を下げるつもりなんでしょう。姑息な手段を使いやがって。あれ、姉さんも庭にあったのと同じの持ってるぞ。あ、本当だ、姉さんが先に気づいて取ってくれてたんですね。でもそんなの触らない方がいいですよ、呪われちゃいますよ。ああ、違うんだお前ら、これは葵が作ったカカシなんだよ。カカシ？え、こんなグロテスクなのがカカシ。さすがに冗談きついですよ親父。いくら姉さんにセンスがないからって、これは。みんな、お母さんの顔見た方がいいよ。え？
まさに鬼の形相。もしかして本当に姉さんが作ったかかし？そうよ、あんたたちよくも好き放題言ってくれてたわね。覚悟しなさい。私は葵、どこにでもいる専業主婦。本当に失礼しちゃうよね、こんな可愛いかかしを呪いの人形だなんて。まあいいもん、分かってもらえる人にだけ分かってもらえれば。ってことで早速トマトの種植えに行こう、メイ。うん、早く大きくなるといいね。そうだね、実がなるのが楽しみ。メイちゃんちお化け屋敷になっちゃったんだね。やべえな、恐怖の館。2ヶ月後。おー、すごいすごいね、たくさん実がなった。頑張った甲斐あったね。お母さんのかかしのおかげで鳥も近づかなかったし。へっへー、人もうちに近づかなくなったけどな。ん？マサちゃん何か言った？ああ、いや何でもねえ、何も言ってねえぞ。でも本当に立派な実がなってるな。お前らが愛情を持って世話したからきっとこんなに育ったんだろうな。そう言ってもらえて嬉しいよ。そうだ、明日みんな集まるし、その時に収穫して食べようよ。いいね、明日が楽しみだな。いや、本当に頑張って育てた甲斐があったよ。自分で育てたものを食べるってきっと最高だろうな。早く明日が来ないかな。そして翌日。おはよう、メイ、収穫しよう。おはよう。うん、行こう。よーし、取って取って取りまくるぞって。え、どうしたのお母さん。あ、畑が荒らされてる。何これ、どうしてこんなことに。おい、邪魔だ、どけ。何あなた、ここは私の家の庭だよ。って、もしかしてあなたが車でここを通って畑を荒らしたの？畑？はあ、ここ畑だったのか、気づかなかったよ。まあいいじゃねえか、こんな畑なんかより俺の時間の方が大切だ。この道使うと俺ん家に早く着くんだよな。ここは道じゃなくてうちの庭、勝手に入らないで。はあ、別にいいだろ、減るもんじゃあるまいし。減るもんじゃあるまいしって、見てよ、トマトがダメになっちゃってるじゃない。だからトマトなんかより俺の時間の方が大事なんだよ。というか、せっかく近道して時間短縮しようとしてんのに、お前らに絡まれたせいで無駄な時間かかっちゃってんじゃねえか。さっさとどけよ。あなたね、人の畑を荒らしておいてその言い草何？私たちにとってはあなたの時間なんかよりトマトの方が大事だし。あー、うっぜ、マジでうぜ。どかないならトマトと一緒に引くかんな。どかないから遠回りして、ここは通さない。ひゃ、じゃあそうしろよ。よーし、発進。え、嘘でしょメイ。結局どいてんじゃねえか。じゃあな、これからも使わせてもらうぜ。ちょっと待ちなさい。いたたたた、大丈夫メイ。車にひかれはしなかったけど、トマトはいくつかダメになり、私たちは擦り傷を負った。あの人だけは許せない。メイとトマトにこんなことしてただじゃおかないんだから。葵、どうしたんだ、そんなおっかない顔して。メイも怪我してるみたいだしよ。なんでもない。うん、お父さん、なんでもないよ。いや、なんでもないって、そんなわけないだろ。メイ、ちょっと出かけようか。うん、行こう。おい、待ってくれ。どうしたってんだ一体。親父、大変です。どうした？姉さんとお嬢のトマト畑が何者かに荒らされてるんです。なんだと？そうか、だから二人はあんなおっかない顔を。これはまずいな。どうかしたんですか？
あの二人、きっと二人だけで復讐しようとしてる。俺には何があったか言わなかったからな。それってまた何か大変なことが起こるってことですか？ああ、きっとそうなる。あいつらが動く前に俺たちで犯人を見つけて制裁するぞ。いいな。はい。おいら、わかった。そして翌日。どうだ、犯人はわかったか？いえ、まだ見つかってません。そうか。今姉さんとお嬢は庭でトマトの世話をしてる。すぐに復讐すると思ったかな。とりあえずはその心配はなさそうだ。じゃあ今のうちに見つけないとですね。あれ、どうしたカンタ？庭に車が入ってきたぞ。なんだと？もしかしてそいつが犯人か？おい、邪魔だって何やってんだお前ら。見てわかるでしょ、トマトの手入れ。無駄なことしやがって。どうせ俺に踏みつぶされてダメになるんだぜ。もう諦めてさらちにしろよ。ううん、私たちは諦めない。はあ、まあいいけど、とりあえずどけ。どかないと引くぞ。おい、てめえ。マサちゃん、あいつがお前らとトマトをこんな風にしたんだな。俺たちがあいつのことをとっちめてやる。気持ちは嬉しいけど大丈夫。マサちゃん、部屋の中に入ろう。え、な、何言ってるんだよ。引かれたりしたら大変でしょ。お父さん、みんな、ほら、早く中に入ろう。おい、ちょっと。おいおい、なんだよ。今日はやけに聞き分けがいいじゃねえか。もう諦めちまったのか？そっちの方が俺としては都合いいけどな。いいのか、葵。このままトマトを引かれちまって。うん、いいの。なんだか姉さんらしくない。どうしちまったんだ？なんか俺、すっごく嫌な予感がするんですけど。嵐の前の静けさみたいな。もうさ、私争うのに疲れちゃったんだよね。やられたらやり返す。そんなことをしてたら争いはいつまでも続いちゃうでしょ。でも葵、さすがにこのままじゃ良くないだろ。ううん、いいの。もう私は手を出さない。マサちゃんたちも手を出さなくていいよ。葵、旦那が出てきた時は面倒なことになると思ったが、すぐ引っ込んじまった。情けねえ旦那だよな。よし、じゃあ近道させてもらいますかっと。うりゃー。ははー、潰れろトマト。今の何の音だ？庭からしましたよね、にやり。おい、てめえ何やった？俺の車が。車が大破してる？な、何があったんだよ。俺が普通にトマト畑を通ったらトマトが爆発したんだ。トマトが爆発？そんなわけ。あ、葵、お前もしかして何かしたのか？何かしたといえばしたかな。トマトの苗にね、さっき手榴弾をつけといたの。手榴弾？うん、たくさんつけといた。じゃああいつはそれを引いたってことか？きっとそういうことだね。やり返さないとか言ってなかったか？うん、やり返してないよ。庭に手榴弾を置いておいたら、たまたまあの人が引いただけだから。別に私たちがやったわけじゃないもん。うん、あの人が勝手に引いただけだよね。そうか。ふざけるな。何が勝手に引いただ。こんなことしやがって絶対に許さないぞ。俺の大切な車を返せ。え、無理だけど。だってやめろって言ってるのに、うちの庭を勝手に通ったあなたが悪いじゃん。あなたが通らなければこんなことにはならなかったんだよ。こうなったら実力行使だ。土下座して弁償するって言うまでボコボコにしてやる。いいよ、やって。私は手を出さないから。え、マサちゃん言ったでしょ、私はやり返さないって。
せめて逃げろ。俺が相手するから。ううん、これは私の問題。私は逃げも隠れもしないよ。なあ、何言ってんだよ。け、いい度胸じゃねえか。でも今に泣いて許しをこうだろうがな。え、なんだあれ。嘘、あれどうしたんだお前ら。わあ、すごい親父。あれ、え、はあ、なんだお前ら、どこ見てるんだ。あ、あれ、こんなところにカカシあったか。嘘、それにチェーンソー持ってる。カカシが動いてる。うわあ、来るな。いっけー、私のカカシちゃんたち。これは言ったでしょ、私は手を出さないって。だからカカシちゃんたちに代わりにやっつけてもらうことにしたんだ。いやー、ああやって動くようにするのが本当に大変だったよ。でも大人になったでしょ、私。やられてもやり返してないんだから。これはやられてもやり返してないっていうのか。どうでしょうね。助けてくれ。ちなみにターゲットの命が尽きるまでカカシちゃんは追い続けるから頑張って逃げてね。その後、その人はというとカカシちゃんから逃げ続けることに。太陽光で動くし、スピードはそこまで速くないから多分捕まえはしないけど、私があの人にこっそりつけた GPS を追っていくから、あの人は永遠にカカシちゃんたちから逃げ続けなきゃなんだよね。でもあんな可愛い子たちに追われるなんてちょっと幸せかも。デザイン変えればよかったかな。いえ、助けて、来ないで。いつまで追ってくるんだ。いつもよりはマシなのか。どうでしょうか。ある意味いつもよりヤバい気もしますけどね。とりあえず改めて姉さんを怒らせちゃダメってことが分かりました。おーい、みんな。あ、どうしたカンタって。は、なんでトマトがあるんだ。トマトは車にひかれたのと手榴弾で全部ダメになったはずじゃ。へっへー、実はあらかじめ収穫しといたんだよね。そうだったんですね。うん、だからみんな食べて。じゃあまずはメイから。うん、いただきます。おいしい。おー、よかった。じゃあ私もむしゃり。うわー、本当においしいよ。おー、うめえなこりゃ。すごい、こんな味のトマト初めて食べました。甘いですね。うまーい。あのカカシに囲まれたトマトとは思えねえ。平次くん、何か言った。なんでもない、なんでもないっすよ。あ、そう。でも本当に美味しいな。こうして無事私たちは育てたトマトを美味しくいただくことができた。来年も再来年もメイと一緒にトマトを作ってみんなにご馳走したいな。数年後。今年もトマトたくさん取れたぞ。みんな食べよう。今年のも立派ですね。お母さんにも。はい、きっと姉さんも天国で喜んでますね。そうだな、これは葵が始めたことだしな。懐かしいっすね。姉さんがあの不気味なカカシを持ってた時は何が始まるのかと思いましたもん。本当に姉さんはセンスが。やば、あれ、今日はたらいが落ちてこない。姉さんのことを悪く言うと、いつもなぜかたらいが落ちてくるのに。ああ、え、びっくりした。急に大きな声出すんじゃねえよカンタ。見て、庭見て。あ、あれは葵が作ったカカシじゃねえか。一体帰ってきたのか。やっぱり可愛いね。どうしてこのタイミングで。うわ、こっちに向かってきた。嫌な予感がする。これもしかして。あ、平次の方に向かった。やっぱり。ギャー。
助けて、来ないで、来ないでくれ。笑ってる場合じゃないですよ親父、助けてくださいって。葵を怒らせたお前が悪いんだろ。ね、姉さん、親父もあれはさすがにないって言ってましたよ。だてめえ、だうわあ、こっちに来た。葵、ちげえ、一番言ってたのは龍だ。は、はい、来た。違います姉さん、犬塚です。言ってないですって、平次が言ったんです。ギャー、本当に男子ってアホだね。だな。母さん、また来年もトマト作って天国に送るからね。